ホームホーム改札未部駅は、栃木県下津賀郡未部町駅東町にある、東武鉄道宇都宮線の駅である。駅番号は、TN33。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は、線路の西側にあり、ホームとは、地下道により連絡している。このほか、改札外には、東西連絡地下道が設置されている。 パスも対応間 IC カード改札機設置駅。駅手前には、急行停車の標識が設置されているが、実際に停車していたのは2006年3月に、急行から格上げされ、2020年4月まで運行されていた特急、下付である。1984年1月31日までは、重井川河川敷へ、小倉川砂利線が接続しており、 その名残として新土地に方には貨物ホーム跡が一部残っており、車内からも確認することができる。なお、野州大塚駅東駅間には、1989年11月まで柳原信号場があり、同じく砂利採取を目的とした東部柳原線が、重い川河川敷へ伸びていた。近年の1日平均上降人員の推移は、下表の通りである。周辺は、 未部町の市街地であり、未部町の行政、公共施設が点在する。駅東口には、パークライドを目的とした駐車場が設置されており、駐車後に駅係員へ申し出ると1日300円500円で利用できる。ありがとうございます。